こへ来てまた再び小川ペース。正規軍の新星菊池剛。表情が変わった。おっと、立った張っていきました。菊池意地があります。先輩のプライドはあります。しかし大森も負けてはいられません。今や第62代のアジアタッグチャンピオンであります。そしてこのシリーズ7月21日の後楽園大会、大森秋山組に菊池小川組がアジアタックタイトルをかけて挑むことになっております。今日の開幕戦、大森は菊池と秋山は小川とそれぞれシングルマッチを行う予定になっております。早くもそのタイトルマッチの前哨戦始まっております。開幕戦、さあグラウンドの攻撃、スリーパーホールドに取ろうというところですが体勢が不十分です。正規軍入りしてからの菊池はまさに破竹の戦いぶりを見せております。先のシリーズ95スーパーパワーシリーズですが、なんと13戦を戦って11勝1分け、負けはわずかに1つです。シックスメンタックが5勝1敗、タックマッチが1勝1分け、シングルマッチがなんと5戦全勝、充実の戦いぶりを見せております。解説の馬場さん、はい、先のシリーズ正規軍入りしてからのこの菊池、素晴らしい戦いぶり見せていますね。そうですね、それでね、相手がちょっとね、相手ちょっとねっていうか恵まれてましたよね。先のシリーズ5月20日スーパーパワーシリーズの開幕戦、菊池は川田とのシングルマッチを戦ったその後で試合に敗れた後、川田に正規軍入りを直訴しました。これが認められて電撃的に正規軍入りしております。菊池はその時の心中をこう語っています。ジュニアヘビーのタイトルを菊池さんに6回挑戦して全敗、思い切り悩んだと。コスチュームを変えても吹っ切れないし、伸び悩みは自分が一番強く感じていた。調査大軍は確かに居心地がいい、でもそれだけに自分には帰って6なんです。調査大軍を飛び出すしかないんです、そう語っていました菊池。そして正規軍に入って黒のロングタイツに変えてからの菊池、破竹の快進撃を告げています。ジャーマン、さあもう1回か、エルボーでエスケープ大森、ネックブリーカードロップです。さっきのシリーズ最終武道館大会ではシックスメンタックマッチではありましたが、この大森からカウント3奪っております。この2人は体格差があるんです。大森高尾が188センチ110キロ、菊池剛が177センチ92キロ。さあ大森飛んだぞ、エルボー、カバーはどうか。この2人の体格差は身長にして11センチ、そして体重が18キロと体格差は大きな差があります。さあバックを取った大森です。さあ丸め込んだ菊池、この菊池剛の正パートナーが今や小川義成です。馬場さん、この小川と菊池のタッグパートナー、これを馬場さんどのようにご覧になっていますか。これはねまだ組んでばっかりですから、どうのこうのというとこまでまだ行ってないんじゃないですかね。ただ菊池の言葉を借りますと、小川さんは本当にうまいと、小川さんが攻めているところを続けて攻めれば、おっとカウント3、大森高雄はカウント3奪いました。菊池剛目を閉じます。試合時間は7分と29秒。いやびっくりしました。まだリング上の菊池剛目をつぶったままです。
大きくアピールします大森高雄。試合時間は7分と29秒、大森高雄が菊池剛からこのシングルマッチカウント3を奪っております。勝った方の大森もびっくりしたような表情。さあこの試合、そうですね、僕も今ね、はい、菊池と大森だと、菊池の方に余裕があるかなと思ってましたけどもね、いいあの大森の攻めでしたね。リング上では福田レフェリーによりましてボディチェックを引っ掛けていきました。小川早くも突っ掛けていった。ここでゴング、ボディチェックの最終に小川芳成突っ掛けていきました。さあバックドロップ、早くも今日一発目、秋山は場外。さあ小川がゆっくり、お椅子椅子椅子を持ち出した。おレフェリー、福田レフェリーが止めます。福田レフェリーが椅子を掴んで椅子攻撃を止めました。さあ立ち上がり完全に小川ペース。ここで投げ返した秋山、捉えた、ネックブリーカードロップ、いい攻撃です。さあ立ち上がりのペースは完全に小川が掴みました。ニュートラルコーナー、しかし秋山も負けてはいない。ニュートラルコーナー振り返した、エルボーロープに飛んでフェイスクラッシャー。さあこれで5分と5分か。ロープに振ったのは秋山だ、ジャンピングリープ、小川は場外。さあこれで立ち上がり5分と5分、いきなりの立ち上がりとなりました。秋山潤太、小川芳成シングルマッチ、30分の一本勝負。さあリングの外、小川芳成です。さあ秋山がこの小川を鉄柵に切っていきました。背中から強打、ギロチンを落としていきます。カバーした、カウントは2、チンロックに入りました。いきなり急展開の立ち上がり、お秋山のセコンドには大森高雄がついております。62代アジアタック王者コンビです。さあ秋山左腕サイドのヘッドロックに取っております。先のシリーズ小山大会におきまして本田泉田組を相手に初防衛に成功した62代アジアタック王者秋山大森組です。さあロープに振った小川、首投げ、カウントは1つ。その初防衛戦から24時間後の千葉大会、小川菊池組と戦いまして時間切れの引き分け。しかし終始その試合でペースを握られっぱなしだった王者組としては納得のいかない試合内容だったでしょう。さあスタンディングに持ち込んだぞ、一旦スルーした秋山、どう出る、首投げ、再びグラウンド、サイドのヘッドロックです。馬場さん、はい、先のシリーズ千葉大会タッグマッチで小川菊池組と秋山大森組時間切れの引き分けになりました。あの試合を馬場さんどのようにご覧になりましたか。そうですね、あのこの小川のねチームなんていうかリーダー的なねとこはね非常に良かったんです。どうしたらね菊池とのチームを組んでまだ浅いんですけども、そのアジアタッグにのチームとはかえって優勢に試合を運びましたよね。そういう点でねこの小川のねインサイドワークといいますかね、これはね本当にやっぱりキャリアがありますからね素晴らしいもんなんですよね、はい、本当にその菊池も小川ももうちょっと体重があるとですねいいと思うんですが、でこの試合について秋山はとにかく小川さんがうまいと
小川さんがリングインすると雰囲気がガラッと変わるとコメントしております。それはね、そうでしょう。秋山も小橋や三沢と組んでですね、川田田上、この小川とよく対戦はしていますけども、この小川のインサイドワークはやっぱりいいものがありますし、動きも素晴らしいものがありますからね。秋山が体力的に押してもやっぱり秋山は注意してやんなきゃダメですね。小川のキッチンシンクが決まりました。リングの中央で秋山、動きが止まってしまいました。小川義成は昭和60年の9月3日にデビューしましたから、今年が11年目。試合運びのうまさには定評があります。しかし11年目の小川、今までタイトル、ベルトを腰に巻いたことはありません。それだけに今シリーズのアジアタック、並々ならぬ意気込みがあるでしょう。試合時間今5分を経過しました。シングルマッチ、小川義成対秋山純。ここへ来てまだ再び小川ペース。さあ鉄柱を使って秋山の左膝、ダメージを加えていきます。今日のこのシングルマッチ、今日の試合に勝てば大きくアジアタックのタイトルに近づくんだ、試合前の小川はこう語っていました。さあ今まで小川ペース、このシングルマッチ運んでいます。菊池は、いや小川は菊池のバックパートナーとしての菊池をこう語っています。菊池と組むと1プラス1が2ではなくて3にも4にもなるんだと今日の試合前の小川は話していました。さあ足を取りに行ったぞ小川、心配そうにセコンドの大森が秋山純の戦いぶりを見つめます。この前の試合で大森高尾は菊池剛とシングルマッチを戦いまして、見事にカウント3奪っております。さあこのアジアタックマッチ前哨戦となった今日のシングルマッチ2番勝負、まず前の試合では王者組勝ち星を1つ挙げております。先ほどの鉄柱で痛めつけた左膝、続けてダメージを加えていきます。秋山はリングの外にエスケープ、しかし小川が追っていったぞ。左膝です。もう一度左膝、一つ弱点を見つけますと集中してそこを攻めていきます。この小川のねしっぽいファイトにも定評があります。完全に馬場さん、秋山純の動きが止まってしまったように見えるんですが、そうですね、やっぱり攻められてるのが足ですからね、動きが悪くなりますよね。先ほどの鉄柱攻撃からリングの外連続してこの秋山ですからね、この小川のいいところは、はい、やっぱり一つ攻めると そこを徹底的に攻めていきますから、それがやっぱり理にかなった攻め方なんですよね。さあ今度はスタンディング、足を畳んで、おっと2クラッシャーか、これはエスケープ、よく見ていました小川。さあ秋山純の痛めた左膝、小川義成、おっとセコンドの大森に唾を吐きかけていきました。小川です、余裕があります。さあリング上バックドロップ、いやブレインバスターに持っていこうというところ、バランスを崩します。秋山、さあ足4の字固め、しかしまだ不十分、右で1本で秋山純こらえております。まだフックは完全にフックはしておりません。さあこれで馬場さん、この足4の字決まり具合はどうですか。
悪くないですけどもね、はい、これは秋山に回られたら小川は逆に痛くなりますからね、まだ小川でも安心はできないですね。ということはここで、はい、秋山と小川の体重の差が出てくるんですよね。なるほど、秋山純は体重100キロ、小川義成は95キロ、その差は5キロあります。あっと入れ替わったぞ。この入れ替わりで逆にダメージが加わるのは小川、ここでブレイクしました。さあ両者ともに足にダメージを受けました。先に立ち上がったのは小川です。ゼブラのショートタイツ、青コーナーに振っていったハイキックで英樹、セカンドロープから足を取ったぞ。あ、今度はサソリ、場内から大歓声。小川義成、この秋山純、足を集中的に攻めていきます。サソリ固め、これは十分な体勢。さあしかしほふく前進で一歩一歩ロープに近づいていきます秋山純。今サードロープに右手が届きました。ロープブレイクです。試合時間10分を経過しました。秋山純対小川義成のシングルマッチ、30分の一本勝負です。ここまでの10分間は圧倒的に小川ペース。秋山左膝を攻められてフラフラです。おっと馬場さん、秋山はちょっと足の踏ん張りが効かないぐらいに左膝ダメージを受けてしまったので、やっぱり締めてるんでしょうね。あとサポーターを外してストンピング、そして小川は今度は続けてトップロープ、あとトップロープ、自らバランスを崩して自爆。あっとこれはちょっと、これは小川ついてない、汗でロープが滑ったか、トップロープで股間を打ってしまった。いやいや滑ったわけじゃないんですよ、秋山がロープを使いましたからね、小川はそれでもうどうやったってああなりますよね。さあその小川今度はサイドヘッドロック、いやしかし秋山が振ったハイキック。ああ、しかし打っていった方の秋山も左膝を抑えます。両者立ち上がることができません。場内は小川コールです。小川コール、さあロープに繰り返した小川、ラリアット、おっとパンチを打っていきます。これはいけません、これはいけません。秋山純エキサイトしています秋山。さあしかし左足の踏ん張りが効かない、ロープに振った、エルボーからノーザンライトスープレックス、ダメ、踏ん張りが効きません、踏ん張りが効かない、ノーザンライトスープレックスを打つことはできません、カバーに移れません。秋山ピンチ、さあ逆に小川バックドロップ、もう少し打っていった小川カバーに行けません。両者大変なダメージを受けております。さあ今シリーズアジアタックのタイトルマッチに向けまして、今日の開幕戦秋山純対小川のシングルマッチ前哨戦、白熱した試合展開、顎砕きチンクラッシャーです。あとロープに振って飛んで帰ってきたところカウンターで捕まえました秋山。今度はどうか、カウントツー、カウントツー、小川こらえました。小川のこの頑張りに2100人超満員、大きな拍手が送られます後楽園ホール。さあ場内小川コール一色、あと小川これはいけない、なんとかエスケープしようという小川、キッチンシンク小川踏ん張ります。さあそしてセカンドロープ、小川飛んだ、あ捕まります捕まります。しかし秋山純
左膝のダメージは大きい。エルボーエルボーエルボー打っていきます。あーっと円形の裏投げ、これを食ってはいけなかった。カバーはどうか、フォアはカウント3。最後の最後はアジアタックチャンピオンの意地でしょうか、秋山潤。円形の裏投げでカウント3奪っております。いやー馬場さん、素晴らしい試合となりました。そうですね、小川よくね、秋山もね、大森も一度小川を相手に頑張りましたね。この小川義成の頑張りに場内から大きな拍手が送られます。しかしこの今日秋山潤の食らった馬場さん、左膝のダメージ心配ですね、秋山はこのシリーズ。そうでもないんでしょう、今こうやって立ってますからね、はい、そのぐらいは、おっとリングの上、菊池と小川、そして大森と秋山揉み合います。勝負タイムは14分と32秒。最後は秋山潤、変形の裏投げで小川義成を仕留めております。市民はプロレスラーとして人生の再出発をする宇和島を温かく、そしてご覧のように熱狂的に迎えてくれました。さあ宇和島です。宇和島は4月の13日プロレスに転向、全日本プロレスに入団、6月から実戦訓練、7月にアメリカ本土に渡り第2次実戦訓練以来、タッグマッチ2勝、シングルマッチ5勝、7連勝で今夜ふるさと七尾で日本デビュー戦を迎えます。輪島デビュー戦に向けまして日を追って勢いを増してきました。さらに凶悪ラフプレー以上にグランドレスリングでも相当な実力者であります、このタイガージェットシン。日本デビューだ。ふるさと七尾に錦を飾れるか、輪島ひろし、おっと背中を見せた途端にサーベル攻撃、やはりラフプレーできた。後頭部をサーベルで打たれている。まだガンを取っていない。さあ大変な一戦になってまいりました。ちょっと予想もつかない展開でありますが、今日山田さん、タイガージェットシーンは紳士的な勝負をやると記者団には語ってたんですけども、やはりラフプレーできましたね。そうです ねさあキックでいきました。キック力というのはどうですか、今のところね、まだ夢中でやってるようですがね、シーンもね結構ダウンしてますからね。そしてスピニングトーホールドだ、ドリーファンクジュニア自己ミッスピニングトーホールド、1回転2回転、スピードどうですか、最初のスピニングトーホールドなかなか良かったですね、はい、後ろに下がってはいけません。さあ突っ張りだ、突っ張り、相撲技を出してきた。さあいったぞチョップ、ご覧ください、この力強い輪島レスラー、輪島の姿がある。打った打ちまくれ輪島です。いやしかし自分のペースになるかと思うとすぐにタイガージェットシーンがまた戻してしまいますね。そうですね、さあ今度は相撲タックルか、立ち上げに行ったぞ、相撲タックルだ、ガンガン行った方がいいですよ。過去アメリカでの7戦の勝負は場外での勝負は一つもありません、いわゆるオーソドックスな勝負でした。輪島にとっては初対戦のリングサイドでの勝負、今どうやらゴングが鳴っているような感じでありますが、それからおそらくリングサイドにいるでしょう。あ、鶴田がやってまいりました、ジャンボ鶴田、そしてジャイアント馬場と一緒にアメリカサウスカロライナ州スパータンパークに登場いたします。私はあの判定はね、不公平だと思ったんですよ。そうですよね、両方判定ならいいですね、はい、今新たなる結果が告げられました。5分50秒、両者反則という最低でございます。再びタイガージェットシンが、この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。輪島はリングに生きる男、完全なるレスラーになったのです。